このチャンネルは漫画メス再現を通じて普及の名作グルメ漫画たちの魅力を再確認しつつ、対決を再現したりして本当に美味しいのはどっちなのなどを研究する料理研究部です。チャンネル登録して一緒に研究部員として盛り上がりましょう。合言葉はイエーイ星です。イエーイ星、チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマンおさきです。今回再現していくのは味王グランプリ第2回戦冷やし中華対決で、味王料理界フランス料理部主任下中さんの作ったサラダ風冷やし中華です。それではアルファルファを水にさらしていきます。ベビーリーフ、貝割れ、レタス、クレソンも水にさらし、氷水で冷やしておきましょう。使い切れないレタスは切ってボウルに入れて、水を入れてペーパータオルをかぶせて冷蔵庫にしまっておけば2日ぐらい色が変わらずに保管できます。ちなみにレタスだけこの方法ができますね。グリーンカールとかサニーレタスとか他の葉っぱは剥かないのでやらないでください。それでは万能ネギの方も切っておきましょう。それでは西洋料理で鍛え抜いた技術で作り上げたこのローストビーフの方も用意しておきましょう。本当はお肉からやろうと思ったんですが、すいません、ここからはイオンのやつで勘弁してください。それでは冷やし中華のタレになる特製のドレッシングを作っていきます。下中さんは水っぽさで負けてしまうので、そこを調整した感じの特製ドレッシングを作っていこうと思います。玉ねぎ、ニンニク、西洋わさび、フレンチマスタード、そして赤ワインビネガーと白ワインビネガー、塩コショウ、そしてローストビーフのソースも入れて、サラダ油とオリーブオイルを入れてミキサーで回します。結構粘度がある感じの、ドレッシングですね。ちょっとだけバージンオリーブオイルの方も足しておきました。氷水でさらしてシャキッとさせたサラダを水切りしておきます。このサラダをシャキッとさせておくこともポイントですね。それでは中華麺を茹で、水で冷やしてしっかり水切りをして皿に盛りましょう。その上にサラダを乗せて、そして綺麗にローストビーフを飾っていきます。浅漬けをあしらってドレッシングで仕上げれば、ミスター味子下中元幸のサラダ風冷やし中華完成です。それでは食べていきましょう。いただきます。ちょっとドレッシングが足らなかった感じですかね。ちょっと麺の方にも絡めてから持った方が良かったかもしれません。でもめちゃくちゃ美味しいですねこれ。作中では水っぽさで負けるんですが、水っぽさっていうのは全然感じないです。ドレッシングを油少なめに粘土をつけて完全につながっているマヨネーズに近い状態で作ったのが正解でしたね。ご覧の通り水気全然ないです。これはなぜ下中さんが負けたのか検証するためにも、他の2人のも再現する必要がありそうですね。それでは今回の研究結果です。レタスは水につけたまま冷蔵庫で保管すると色が変わらないです。ドレッシングを重めに作ればサラダ風冷やし中華でも水っぽさは感じません。ローストビーフはイオンのがお手軽で安いです。下中さんの負けた理由がわからなくなったので、他の2人のも再現して検証していきます。今回紹介したミスター味っ子、グルメ漫画の金字塔ですね。僕も毎週ミスター味っ子のアニメ楽しみに見ていた記憶があります。アニメ版では冷やし中華対決はしょられてたりするんですが、下中さんの出番このチャンネルでは増やしてあげたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。先日ワンピースカードを引いたところ、このコミックパラレルのサボを引いてしまいました。これを僕は管理する自信がないので、これを売って一眼レフとか買って、このチャンネルのために新しいカメラに新調しようか今悩んでおります。カメラに詳しい方もしよかったら教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。